はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に甘くないイタリアのこのカフェラテをですね、多分カフェラテだと思うんですが、このドリンクを混ぜて飲んでみました。まあ、甘くないって書いてありますが、まあ、牛乳は含まれてますので、牛乳の優しいほんのりとした甘さはあります。全く甘くないってことはないですね。で、香りはまあ一般的なカフェラテかなと思います。優しいジュース、優しいドリンクでございました。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ私が使っている洗濯機がもうついに壊れまして、まあいろいろ頑張ってみたんですが、まあ治らないので、まあ9年ぐらい使いましたから、まあ経年劣化による、まあ故障であると言えるのかなと思います。で、大変だったのが、排水されないんですね。排水されないから、洗濯機の中に大量の水があるんですよ。あったんですね。で、これって放置しとくと、まあ、水がこう、よどむというか、腐っちゃうじゃないですか。だから洗面器を使ってですね、手動で、人力で水を全部出したんですが、結構な重労働でしたね。まあ洗濯機をね、まあ買い替えることになったわけですが、ドラム洗濯機を買うのがね、将来の夢なんですよね。縦型の洗濯機って、安いのだと3万円、4万円ぐらいですが、まあ、ドラム缶だと安いのでも10万円ぐらいやっぱするんですよね。高いのだと20万ぐらいして。でも洗濯物を干さなくていいドラム洗濯機っていうのは、まあ、魅力的ですよね。洗濯物干す作業っていうのはね、まあ、生産性が全くない時間でございますんで、まあ、そういうこう、時間でお金を稼ぐのではなくて、お金で時間を買うような、まあ、そういう人生を歩みたいんですよ。現時点で私はですね、まあ、時給で働いておりますんで、まあ、まさに時間でお金を稼ぐ側の人間なんですが、まあ、将来はですね、ルンバだとか、ドラム洗濯機だとか、あるいはヒゲの脱毛をしてですね、ヒゲの脱毛したら、毎朝、こう、ヒゲを剃る時間が節約できると思いますので、お金で時間を買うような、まあ、そういう人生を歩んでみたいですね。まあ、夢は広がリングなんですが、バズる気配もなくですね。まあ、それでも先日、コメントの方で、もう800日もやってるなんてなかなか頑張ってるね、みたいなそういうコメントをいただいたので、まあ、100人いたら1人ぐらいはね、まあ私のことを面白がってくれるんじゃないかなと、まあ、信じて、これからも続けていこうと思っております。はい。ということで、現場から以上です。